大学顧問が立てこもんな。ナスカイリム、パート13です。身を刺すような風が吹いてくる。前回、危険物処理に必要な、マグナスの杖を手に入れようとしておりまして。古代人の遺跡にて、割と血生臭い戦いをしておりました。その結果、マグナスの杖は、迷宮ラビリンシアンにあるとのこと。あまり安全だとは言えないわ。ダガーを振り回しがちな私ですが、こう見えてほうれん草のプロ、校長先生に報告にやってきたのであった。あらすじ終わり。素晴らしい。すぐに回収しようと言いたいところだが、今はもっと急を要する問題がある。アンカノが広間に鍵をかけて出てこないんだ。何か企んでいるらしく、止めなければならない。右耳がくすぐったいです。ここを突き破るのを手伝ってくれないか。手当たり次第に物を投げつけてるんだが。物を投げつけているカッコ投げつけていないカッコ閉じの先生方、どうもご苦労様でございます。怠けるな。アルドメリジ治療から派遣されてきた大学顧問アンカノ。どうも彼は急に球体が欲しくなったそうで。あ、球体なだけに、急にね。変わった魔法はよそでやって。アンカノの野望を顔面で遮る努力も虚しく、マグナスの目の力を制御しつつあるようで、つまみ出されてしまいました。しょうがないな。物を投げつける校長サボスさんは、残念ながら助からなかったようです。己アンカノ。触らないでよ。そんなことは信じられない。しかし今は時間がない。ここで起こったことはウィンターホールドにも起こったはずだ。そこを出て無事を確かめるんだ。マグナスの目の影響で魔法の玉的なモンスターが出てきたようです。こやつらはプレイヤーのレベルの 1.75 倍という特権が与えられており、レベル100程度になるとそこらの野良ドラゴンよりタフになりますが、今はこちらもレベル30程度。たまげるほどの体力にはなっておりませんので、安心して駆除してまいりましょう。面白い。あ、極上の駆除ネタに苦情をいただく前に玉転がし大会は終了。当たり判定が激渋の異様どもも、時間減速を使えばわけなしでございます。あら、アンカノはまだ世界征服できていない様子。教頭先生、お体いかがでしょう。それを思ってすぐに行って、アンカノが大学を完全に破壊してしまう前に杖を持ち帰ってきてください。これでラビリンシアンの入場チケットを渡されましたので、少々準備をしてから杖探しに向かいたいと思います。なるべく早く戻ってくるからな。そこでのまず食わず3日ほど待っていろアンカノ。油断せず見張っていなくちゃな。さて、ちょっとした準備と言いましたが、ただのレベル上げです。というのも、そろそろ敵の中にも武装解除を使うドラウグルが出そう。武装解除を使われると愛用の武器を叩き落とされ、暗いダンジョンでなくしてしまうこともしばしば。そういう事故を避けるには、こちらのレベルを31にすれば OK。 武装解除の有効レベルが敵味方ともに30までですからね。自宅の鹿肉でも持ち上げていれば、レベルアップは割と簡単でございます。そうだな。それとレベル30を超えてからは、最大の能力アップポーション、霊薬の販売も開始。各種耐性やスキルを 50% も底上げできますので、これはかなり役に立ちますね。薬なだけに役に立つね。何かできることはあるか。ないです。薬とも笑えない寒さを味わいましたら、いざラビリンシアン。ここにはドラゴンプリーストの仮面を全種類収める祭壇があり、遊教団の中心地的な場所だったのではという説もございます。そんな場所に封印されているドラゴンプリーストはさぞかし強力なはず。入り口ではかつてラビリンシアンに乗り込んだ命知らずたちの幻影を見られますね。この中には校長のサボスアレンも含まれており、夏のキャンプで肝試しをする、イキリ系グループ地味たムーブをとっています。サボスが大学で安全性を重視していたのは、ここで以来目にあったから、なのでしょうね。そうね。調査発掘で仲間が一人ずつ減っていく様は、見ていて気の毒でもあります。さてさて、探検娘のソロ攻略ですが、序盤が一番きついです。柵による一方通行のフロアがあり、中に入るとスケルトンの群れに囲まれます。しかもスケルタルドラゴンのおまけ付きですので、かなり骨が折れます。近くに行かない方がいい。賢い私はめちゃくちゃ頭悪そうな動きでスケルトン誘導作戦を決行。
結構集まってきたら、柵を上げてカッコ撃破。ノルド式検問スタイルで、複雑骨折させていきましょう。よし、これで一通りクリア。弓持ちがまるで片付いていませんが、クリアです。また上腕に頭筋か。このままだと矢がやばいので、先弓矢とドラゴンが正解。不正解でした。あら。弓矢だけに絶望している場合ではなく、すべてのスケルトンが検問所を通るまで、辛抱強く粘るのです。すべて片付けば、あとはスケルタルドラゴンと一騎打ち。こやつは魔法攻撃にかなり弱く、体力が500しかないドラゴンの面汚しです。相手をする価値もない。ドラゴンは基本的に魂が不滅なのですが、スケルタルからはドラゴンソウルを吸収できないため、何らかの魔法技術、使用術で活動していた抜け殻では、と思われます。でもドラゴンの骨を操るなんて、流教団的にはアウトな気もいたします。さっぱりわからない。さらに奥へと進みますと、脱落者が二人出たサボス一行を再発見。この辺りから、青く光るゲーミングドラウグルが出没するようになりますが、個数限定のユニーク武器を持っていること以外は、ごく普通です。ただパッと見で、ホワイトなのかスカージなのか見分けづらく、敵の強さを見誤りがちですので、割と慎重に殴りましょう。ちなみにゲーミング武器シリーズで、斧は二つだけ、弓は一つしかありません。いずれも解除することで、不樹のラインナップが増えるのですが、私はコレクター派なので、すべて収納に突っ込んでしまいがちです。探検縛りでもつい拾ってしまうのは、もはや病気の一種ですね。いつもと同じね。おっと、こやつはデスロード、武装解除の使い手です。前もってレベルを上げた回もあって、無事に撲殺完了。難易度レジェンダリーとは思えない火力に、ニッコニコでございます。そしてすぐそばで時間減速の二言目を獲得しますぞ。これでさらに敵がスローに、こちらはそこはかとなく機敏に。そんなこんなで、一度も死なずに最王にたどり着けました。見るからにヤバそうなバリアーが見えていますが、目的の杖もあの中ですね。ガンバリアによるバリアーは困りますので、かつてのサボスの仲間といえど、安らかにお眠りくださいませ。もう悪夢は見ない。絶賛バリアー中の二人をゼリー状にしたら、封印されしモロ系に襲われます。腐ってもドラゴンプリーストが相手なので、魔法と属性対策は抜かりなく、攻撃力を飛躍で飛躍的に上げつつ、魔法耐性と雷耐性、炎耐性を薬で補えば完璧。薬でムキムキになった探検少女、その一振りは脅威の244。探検とは思えないバーサーカーパワーで、脳筋こそ正義だと証明いたしましょう。まずは時間減速から。おほう、これはすごい。ドラプリはレベル50、体力1500弱で固定のボスですが、ダガーの多段ヒットがぶっ刺さって楽勝でございますね。やったぜ。というか何もやってこなかったぜ。しょうがないな。これで大学の顧問を、懲戒免職処分にできます。私自身も喜んで手助けする。マグナスの杖は間近吸収、さらに体力吸収と面白い効果です。が、高難易度だとその吸収量はたったの5ポイント。杖縛りプレイであったとしても、まず出番はないでしょうね。杖なのは設定だけでしたとさ。そうそう、脱出時に身の程知らずが杖の横取りに来ますが、霊体かパラライズのコンボで、たやすく貫通できます。麻痺耐性のない敵は本当に楽ちんでいいですね。ということで帰ってきたのですが、アンカノ君のバリアーが拡大していますね。努力虚しく、杖一本に台無しにされてしまった時の気持ちを、聞きに行こうと思います。私に会いに来たのかね。何を企んでいるのかわからないとでも、お前を倒せないとでも思っているのか。この力があれば世界は思いのままだ。お前がどうにかできるとでも思っているのか。呪文が効かない。貴様のふざけた魔法もどきなど効かん。私に触れられるものか。杖を目に使え。なぜか体力が大幅に回復しましたが、ともかくこれで大学クエスト最終章。ジジイが麻痺状態にされ、実質1対1です。
マグナスの目で無敵になっているだけの、ギミックボスですので。柱の裏でチラチラしながら、まずは目のパワーの奪い合いです。目なだけに奪い合いとか、そういうことを言っているくらい余裕です。なんとも思っていないようね。目に杖をちょい当てすれば無敵解除。この隙にパラライズを決めれば勝負ありですね。コモンパンチなど今さら効くか。サボス先生、ミラベル先生、ついでにオンマンド君の恨みを晴らさせてもらいます。やったやつが誰であろうと探し出すわ。マントのダメージは不満と言わざるを得ない。あのね。とにもかくにも、これで大学クエストは終了。最後にサイジックに目を持ち逃げされるという。お前ら最初からそれやってくれよ、と突っ込みたくなる幕引きとなりました。発掘段階で引き取ってくれれば、死なずに済んだ人も多かったでしょうに。私たちを無法な獣だと思ってる。さて、めでたく大学クエストが終わったのですが、これでやっと、ユニークダガーの入手クエが始まります。そこのけそこのけ、アークメイジ様のお通りですぞ。久しぶりアーニエル君。ひどいもんだ。本当にひどい。必要な電熱を甘く見積もりすぎて、一つしかない作業用模型を壊しちまった。途方に暮れてるところだ。アーニエル曰く、研究がうまくいっていないそうな。よくわかりませんが、石を機械に突っ込んで温めてこいとのこと。なぜアークメイジがこんな雑用をせねばならないのか。多少の理不尽さを感じつつ、石を投入。加熱魔法は編成系統ではありませんが、破壊スキルが上昇しないので、縛り上問題ないということで、お目目をつぶりくださいませ。しょうがないわね。暖房機については、前回攻略したムズルフトに2つ。大きめの猫ちゃんがいるくらいの、屋外に1つ。危険はありませんので、火のヒートで順次熱していきましょう。何の魔法だ？よくやってくれた。実に素晴らしい。足りないものが1つあるが、それもすぐに届くだろう。では、準備に取り掛かるとしよう。本当にありがとう。これで、2日ほどベッドでダラダラしていれば、最後の企てが発生します。企て男に話を聞くと、また荷物が届いていないとブーたれておりました。またしてもエンシルにクレーム伝言ゲームをする羽目になり、そのエンシルも当然の権利のように、荷物はないと半切れしておりました。その荷物こそが、入手がクソ面倒な秘宝、キーニングでございます。配達人がどこで行方不明になるかはランダムで、こと次第によってはクソ大変なこともあるのですが、今回は日頃のまあまあな行いに免じて、低難易度の一般洞窟が選ばれました。はぁ、あ。ホワイトランから近く、トロールが数体いるだけの場所ですね。一応、金鉱脈も数個あったと思いますので、誰か仲間を雇って、あさりに来るのもよろしかろうと思われます。はいはい獣獣。はいはい獣獣。獣をの獣にしたらば、念願のユニークダガー、キーニングとのご対面。なぜ裸なんだ。隠しておきなさい。はい、こちらが伝説の秘宝キーニングです。軽く説明申し上げますと、これを使って超パワーを手にする実験が行われ、その結果、超文明を築いていたドワーフたちが、一瞬にして消滅してしまったそうです。古代ドワーフの遺跡をいくら調べても、ドワーフの死体やお墓が見当たらないのは、このキーニングによる野蛮実験の結果によるものだと言われています。これをアーニエル君に渡すと、無敵のおとり召喚、アーニエルの幻影を習得できますが、今シリーズでは全く出番がないため、このまま応用するつもりです。実戦での性能については、破壊魔法の消費コストがゼロの状態ならば、体力、マジカ、スタミナを10ずつ吸収する効果が発揮されます。難易度ベリーイージーならば、その倍の20吸収できるため、振り回すだけでほぼ負けなくなるという、チート武器にもなり得ます。ということで今回でようやく、大学クエスト系は一区切り。次回からは残りのダガーを回収しつつ、ダガーをどこまで強化できるのか、どこまで強くなれるのか、という点も視野に入れつつ、頑張っていこうと思います。それじゃ、今回はこんなところで。ご視聴、ありがとうございました。